はい、こんにちは、古美術文大の谷部です。当社は福山市を拠点に中四国で骨董品の買取鑑定を行っております。こちらの動画では、お客様からお買取した商品のご紹介をさせていただいております。はい、じゃあ今日ご紹介する商品なんですけども、絵です。ただまあ昔はですね、ゲテモノと言われている、ゲテモノを描くと言われている作家さんです。ちょっとご紹介しますね。よいしょ。片岡珠子先生の富士ですね。片岡珠子先生はデビュー当時はですね、ゲテモノを描くとですね、方々に言われてですね、まあ、非常に苦しんだ時期もあるんですけども、年々ですね、片岡珠子先生が描く絵の評価が上がっていってですね、晩年には、日本女流画家、三大日本女流画家というふうにですね呼ばれるぐらいまでですね、上り詰めた作家さんで、特にこの富士山シリーズですね、富士山シリーズが有名で、この赤富士っていうのは非常に片岡珠子先生らしい、画風となってますね。はい、まあこういう感じでですね、お客様からお買い取りした商品のご紹介をさせていただくんですけども、まあ絵画に関してはリトグラフでもですね、油彩でも水彩でも、何でも買い取りをさせていただきますので、そういった商品がですねあればですね、こちらまでですねご連絡の方いただければ、お伺いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。